皆さんこんにちは。なるほど天です。今日もレスキューカートですね、遊んでいきます。さあ841から850ステージまでですね、行ってみましょう。いや、先ほど他のゲーム実況でお話ししてたんですけど、 Uber Eats さんであれですかね、出前されてる方で、ちょっと待って先に落としてて当たるんですね。バケツが一番人気だった商品って何だと思いますか？3、2、1。そうです、ローソンさんの唐揚げくんレッドですね。ちょっと辛いタイプのですね、あちらが一番人気だったみたいなんですよ。いや、すごいですね。今コンビニさんもしてるんですね。まあそれでちょっと気になって、今福岡のウーバーイーツさんの人気カテゴリーをですね、調べてみたんですけど、要は皆さんカテゴリーでどれが人気かですね、分類されてるみたいで、まあ、順位は分かりませんけど、ここに書いてあるのはファーストフード、ハンバーガー、デザート、そしてタピオカティーと朝食とブランチと韓国料理って書いてますね。次のページ行きますと、定食ですか。で、それからここに来て丼物ですか、丼物と中華料理、焼肉、ヘルシー、ベーカリー、パンですか。いや、たくさんありますね。皆さんでしたら何選びますか。まあ、私普段あんまり行かない定食屋さんとかがいいですかね。丼物とかもいいですけど、いや、見てたらお腹空いちゃいますね。まあ朝食から宅配していただくのもなかなか贅沢な感じしますけど、なるほど君起きてから20分ぐらいですぐ会社に行きますからね。まあですから平日はちょっと頼めないですね、朝食。まあ土日でしたら頼めますけど。さあ、ではラスト850ステージクリアですね。いや、今日はバケツにぶつかったぐらいですか、失敗は。さあ、エクセレントということで、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。